オパンサーバー。オパンサーバーとは s c o によって開発されたクローズドソースのオペレーティングシステム OS である。かつては SCOUNIX、SCOOPENDESKTOP、SCOOT SC と称していた。サンタクルーズオペレーションは後にが買収し、現在はシンスが所有している。オパンサーバーの初期のバージョンは UNIX スシステム V ベースであったが、オパンサーバー10以降は フリーブスドベースとなった SCO ユニックスはマイクロソフトのゼニックスのサンタクルーズオペレーション派生の後継として登場したものでユニックスシステム V リリース3.2 2ゼニックスのデバイスドライバーやユーティリティを統合したものであった1989年 SCO ユニックスシステム V386 リリース3.2例が SCO ゼ e n i x の後継製品としてリリースされた。基本 OS 製品には TCPIP ネットワーク機能や XWindow システムは含まれておらず、追加料金を払えばアドオンパッケージとしてこれらの機能を利用できた。その後まもなく SCO はアドオンパッケージを含めた製品を SCO Open Desktop の名前でリリースした。 1994年、追加の SMP パッケージである SC、SCOMPX がリリースされた。同じ頃、AT&T は、XENIX、BSD、SANS、UNIX システム、V リリース3の機能を統合した、UNIX システム、V リリース4を完成させた。SCOMPX は、UNIX システム、V リリース3ベースのままだったが、 リリース用の新たな機能のほとんどを吸収していった。1992年にリリースされた SCO Unix 3.2V 4.0と Open Desktop 2.0には長いファイル名とシンボリックリンクのサポートが追加された。1995年のリリースで o p ン n Server ーーリリース5.00と名前を変え、ELF 実行形式と動的共有ライブラリーのサポートが追加され、 カーネル構造の多くが動的となった。1995年にリリースされた SCO ンサーバー後は SCO の主要な製品となり、PZNet、Pizza Hut との提携により行われた最初のインターネットベース食品配送システムやスカグロブルアクセス、オープンデスクトップライトベースのインターネットゲートウェイサーバーなどの製品基盤となった。 その巨大なインストール基盤のため SCO パンサーバー5は積極的に保守され2009年4月になっても主要なアップデートが SCO によりなされていた2005年に初めてリリースされた SCO パンサーバー6は AT&T ユニックスシステム V リリース 4.2MP とノベルのユニックスマイア7を統合したものがベースである SCO パンサーバー6は巨大ファイル 巨大メモリマルチスレッド化されたカーネル軽量プロセスをサポートした。このオパンサーバーとユニックスワイヤーを統合したコードベースはユニックスシステム V リリース後 SVR5 と呼ばれた。SCOO はオパンサーバー6用として SVR5 を占有しているため SCOO 以外の有名な開発会社やリセーラーで SVR5 を利用しているところは全くない。 SCO パンサーバー6には SCO パンサーバー5のアプリケーションとバイナリ5完成、オパンサーバー5のシステム管理、オパンサーバー5のユーザー環境をそれぞれ統合したユニックスワ e 7の SVR5 カーネルが含まれていた。SCO パンサーバーは主に小規模や中規模のビジネス、SMB マーケットへと販売されていた。SCO パンサーバーはスモールオフィス、ポスシステム、 複製されたサイトバックオフィスデータベースサーバー開発で広く使われている。SCO オッパンサーバーの有名な大規模顧客には、マクドナルド、タコベル、ピザハット、コストコファーマシー、ナスダック、トロント証券取引所、ブラジル銀行、ロシアや中国の多くの銀行、インドの鉄道システムなどが挙げられる。1995年 SCO は、 ユニックスウェアの配布券とそのシステム、V リリース4コードベースをノベルから購入したことで、SCO はオパンサーバーの以降のリリースよりユニックスウェアからのコードをいくつか採用出るようになった。リリース6が登場するまではユニックスウェアからの流用は主にコンパイラシステム、ドライバフレームワーク、USB サブシステムに限られていた。1990年代末には、 SCOO のユニックスシステムを使ったシステムを販売する付加価値再販業者 VAR は全世界に約1万5000ほど存在した。2000年8月2日、SCOO はユニックスマヤとオパンサーバーを含む部門をカルデラシステムズに売却することを発表した。2001年5月にこの買収が完了した。Q SCO の残りの部門はタランテラに社名を変更し、2002年にカルデラシステムズワに社名を変更した。SCO グループはオパンサーバーの開発と保守を続けた。現在もすでに古い 5.0X3.2V5.0X ベースを保守し続けており、最も新しいのは5.07である。2005年6月22日、 新しい 6.0X の最初のリリースである o p ン n Server 6.0コードネームはレジェンドがリリースされた s c o o p ン n Server ーー6はユニックスシステム V リリース後 SVR5 のカーネルベースであるがこのカーネルはユニックスシステム V リリース 4.2MP とユニックスワヤ7のコードベースを統合したものである Opan Server 6.0の機能は C 言語 C Java のアプリケーションにおいて PazX インターフェース経由によるマルチスレッドをサポートする。Opan サーバー6の特徴として 5.0X にはなかったカーネルレベルのマルチスレッドがある。また新たに SMP サポートが強化され最大32プロセッサまでパーティションごとに 1TB までサポート NFSV3 経由でさらに巨大なファイルをサポートし、 ファイルシステム性能が強化され、メモリも最大 64GB までサポートする。Opan Server 6.0は、Zenix286 向けに開発されたアプリケーションまで互換性を考慮している。さらに、SCO は価格設定とライセンス条件を変更し、Opan Server 5.0、7と同価格で2倍のユーザー数、4倍の CPU 数、4GB、 メモリサポートを提供している。長い SCOLinux 論争の後、SCO グループは2011年に倒産した。2011年、a n クシ s は o p ン n サーバーと Unix ウェアの権利を買収し、後に社名を Synth に変更した。2015年6月、Synth はフリーブスドオペレーティングシステムベースの o p ン n サーバー10を発表した。同時に、 シンスは既存の顧客に古い OS 製品からのマイグレーションパスを紹介した。2015年12月、シンスはオパンサーバー5、オパンサーバー6、ユニックスワヤ7のディフィナティブバージョンをリリースした。これらはオパンサーバー10と上位互換である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。